いやもう8月になりましたよ。8月になるとだいぶ暑くなって、今現在早朝まだ7時前ぐらいなんですけど、もうなんかセミの鳴き声なんかがうるさくてちょっと撮影しにくいなっていう、なんかそんな感じですよ。おはようございます、メイヤです。8月に入ってちょっと外撮影をしてみようと思って、この場所に来てみたんですけど、早朝だったら、人は少ないんですけど、ちょっとやっぱりセミの鳴き声がうるさくて音が取りづらいかなっていう、なんかそれがあるんですよね。で、もっと昼になるとですね、さらにこれから暑さが増して、もうさらに撮影がしにくくなるっていう、なんかそんな感じなんですけど、それでちょっと8月は昼間の外撮影なんかはできないんじゃないかなとか思ってるんですよね。ちょっと歩いてみましょうかね。なんか体操をしている年配の方がなんかいるみたいですけど、ちょっと行ってみましょう。あそこに昕急勾配の滑り台があったんですけど、それ動画で一回滑ってみたことがあったんですけど、今なんかそれが撤去されてるみたいですね。やっぱりちょっと危険な遊具だったのかなって思ったりしますね。早朝ですけど、やっぱりちらほら年配の方がいますね。どこがいいかな。ちょっと人のいないところに行って撮影しようかな。そうだな、ちょっとまたこれも昭和の時代の思い出話みたいなことを言うのであれば、小学生の頃って、今8月なんでもう夏休みに入ってたんですけど、夏休みといえば朝7時からラジオ体操に行ってたっていう、なんかその思い出があるんですよ。体操をしたっていう証明で印鑑を押してもらって、なんかそれでラジオ体操の票を埋めるみたいな、なんかそういうことをやってたのを覚えてますよ。で、それから7時半頃家に帰ってきて、朝方ちょっと勉強するんですけど、なんか夏休みの友っていうのがあって、その夏休みの友って今もあるのかどうかは知らないですけど、1日ごとに教科が違って、国語算数理科社会がそれぞれ1日ごとに変わって、なんか1ページずつあるみたいな、なんかそういうのがあってたような気がするんですよね。夏休みの宿題を夏休み入ってすぐに終わらせるタイプの人間と、あともうギリギリまでやらなくて最後の3日ぐらいに慌ててやるタイプと両方いたと思うんですけど、自分は前者だったですね。先に終わらせるタイプだったです。先に終わらせるっていうか、よくやってたのがこれですよ。みんな同じ問題をするわけだから、5人で集まってて国語算数理科社会をそれぞれ割り振っておいて、それをそれぞれ個人で、最初にやってしまうんですよ。で、その後に、それをなんか友達同士で集まってみんなで映し合うみたいな、なんかそういう感じで夏休みの宿題って終わらせてたような気がするんですよね。で、その後はなんか自分の記憶ではですね、夏休み限定のなんか再放送のテレビ番組があってたっていうのを覚えてるんですよ。で、毎年夏になったらなんか同じ再放送の番組があってたなっていうのを覚えてるんですよね。で、中でもやっぱ記憶に残ってるのが、7時半からハクション大魔王が、なんかこれ小学生の間毎年やってたんじゃないかっていうぐらい、なんかハクション大魔王の再放送があってた気がするんですよ。で、あと10時からはジャリンコ知恵ってあってたんですよね。で、それが毎年なんか再放送あってた気がして、で、そのジャリンコ知恵が終わった10時半ぐらいからはですね、年々変わったのかもしれないけど、仮面ライダーのシリーズが1年ごとになんか違う仮面ライダーのやつがやってたような気がするんですよね。それで本来ならその仮面ライダーリアルタイムの世代ではないんだけど、もう再放送で何回も見たなっていう、
なんか特になんか仮面ライダーアマゾンがですね、まあ記憶に残ってるんですよね。なんかもう仮面ライダーアマゾンといえば夏休みに再放送をやってたみたいな。なんかそういうイメージで、なんかテレビの再放送番組が自分が小学生だった昭和の時代よくあったなって思いますよ。というわけでですね、まあ、今日は8月に入って、まあ、外で撮影したらまあどんな感じになるのかなっていうので試しに撮影に来た感じです。あとこれちょっとですね、動画の編集の方でセミの鳴き声がどれぐらい大きさで入ってるかとか、まあ、確認して、まあ、これでもし動画にできるようだったら、まあ、今後もちょっとまあこれぐらいのセミの鳴き声だったらいけるってことで、まあ、外撮影もしていこうかなと思っております。またその時ですね、暇のある方はこちらの動画の方を見てもらえたらありがたいです。それではまた。なんだろう、でかいな。